ジャニーズ事務所に所属する、座って喋れるアイドルグループ冬からの4人が、15日放送の、日本放送、オールナイトニッポンゼロ、27時でパーソナリティを、担当することが決定した。冬から、3年ぶり、オールナイトニッポンゼロ、パーソナリティ。毎週、スペシャルなパーソナリティが、週替わりで担当している、土曜日の日本放送、オールナイトニッポンゼロ。福田優太、辰巳雄大、越岡裕樹、松崎祐介の4人からなる芸歴23年の冬、ゆからは、事務所の先輩、後輩から愛されているジャニーズらしくない？アイドルグループ。そんな愛すべき4人が3年ぶりに、オールナイトニッポンゼロに帰ってくる。番組の前半は4人のフリートークや、リスナーからの質問メールに回答するなど、深夜ラジオならではの時間を、たっぷりとお届けする。番組後半はいくつかのコーナー展開を企画しており、冬からのキャラクターを存分に楽しめる内容となる予定。なお、冬からは年末に向かって舞台、隅田川ヤングロード物語ああ、そりゃあいけねえぜ。や、今回5回目となるエンターテインメントショー、エンタ54ユーゼップインデショーといった公演が控えており、その裏話なども語られる予定だ。モデルプレス編集部。福田優太コメント。冬から2回目のオールナイトニッポン、1回目を超えていく。辰巳雄大コメント。オールナイトニッポンゼロは、今旬の芸能人、これから来る芸能人がパーソナリティを務める番組です。冬から、そういうことだと思います。朝の5時までお付き合いください。越岡裕樹コメント。3年ぶりに、冬からお邪魔させていただきます。ぜひいろんな方に、声だけでも面白い奴らだと思ってもらえたら嬉しいです。松崎祐介コメント。トゥクストゥル。